イイです今日は自分らししししく美しくく楽美生きるとはととはいいいうお話をしたいと思いますこの YouTube のタイトルにもさせていただいている言葉なんですけど実はこれ私の今の人生のモットーでまあ、ミッションでもあるんですけどこの言葉の意味を今日はお話ししていきたいと思います。 自分らしく楽しく美しくということで、まずこの真ん中の楽しくの話からしたいんですけど、私は人生のモットーはもう人生楽しむためにあると、ずっと若い頃から思ってきたんですね。いかに楽しむか楽しんだもの勝ちだと思っていて。まあ、人生はこうドラマみたいなものだから。だから。 悲しいこともま試練も楽しんでしまうっていう感覚なんですね今度はそうきたかみたいな感じでで自分の人生なので他人のために生きてるわけじゃないですよねだから他人ががが何ととうう自分が楽しけれればそででいいと思うんですよ、ね、正しいかどうかなんてどうでもいいと思っていて、まあ、そもそも正しいっていう基準って曖昧ですよね。絶対的なな正ししいいってないですし だからら自分ししく楽しみたいんですそのためには周りの情報に振り回されないもう自分軸がすごい大事だと思っていて、まあ、私はよく会った人に「芯が強いですね」っていろんな人に言われるんですけど、まあ、それは自分軸が整っているっていうことだと思うんですけどそうじゃないとやっぱり周りの情報に振り回されてしまうんですよね。それをなるべく あの振り回されないっていうのもやはり自分軸真の強さが大事になってくると思います。でその自分らしく楽しむ正しいかどうでもいいっていう時にやはり自分をあの楽しむっていうことをどこまで認めるかの一つの基準は必要ですよね。例えば法に触れることとはしちゃいいけないとか 楽しんだことで誰かを悲しませてはいけないとかそういう基準はあるんですけどその誰かに迷惑をかけないというか法に触れないとか誰かを悲しませてまで楽しまないとかそういうところはまたこの美しく生きるっていうことにもつながってきます。で今あの楽し 楽し人生楽しむということで自分軸を持って自分らしく楽しむというお話をしたんですけどこの「美しく生きる」っていうのはやっぱり女性は,やはりいつまでも美しく常に美しくい,い,いた方がいいと思ってますし外見だけではなくて内面の美しさでその内面の美しさは何かというと自分に正直に素直に生きることだと思います。 でそして愛に生きることですねそれが自分らしく生きるにつながってくるのかなと私は思ってます。ということでこの「美しく生きる」をしていると自然とその素直自分に素直に正直に生きることで自分らしくなってくるっていうことでこれがなんかぐるぐる循環している感じなんですが全部つながってます。ということで私の人生のモットーというかミッションみたいなもの 自分らしく楽しく美しく生きるについてお話しいたしました、えー、チャンネル登録高評価お待ちしています平愛香でした